よし、やるぞ。元気出すぞ。元気出すぞ、おじさん。テンション上げていこうぜ。ちょっとな、ちょっと前回めっちゃテンション低かったからな。前回本当にテンションが低かったからね、ちょっと今回はテンション上げていこう。えい、イエーイ、頑張るぞ。おー、よし、ロードが長いぞ。おー、よし、さあ来い。さあ来い、この 99% からのね、この長さ。これな、何なんだろうな、ほんとな。長いぞ、長いよ。長いよ、長いよ、のび太くん。お、おお、こっからか。お、どうする、どうする、ちょっと待って。あ、来た来た来た。お、危ない。よしよしよし。いきなり始まったな。あ、いるね。任せてくれ。オッケー、やった。で、あと一人で。お、危ない。あそこに一人いるな。さあ、その可愛い妖怪を出してくれよ。あ、くそ。あ、しまった。さこい、さこい、次は外さない。さあ、その可愛い顔を出してみな。行くぜ、行くぜ。指が疲れてきた。頼む、出てくれ。ふっ、ああ、ヘッドショットできなかったな。しょうがない、もう普通に行こう。正面のやつをやっちまおうか。よっしゃった。そこにいるね。もう後ろにはね、多分いないだろう。OK。じゃあ後ろからのんびりと回っていこうかな。あ、来た。どこどこ。永遠に隠れることはできないぞ。あ、そっちにもいるんかい。口が悪いな。もうちょっと綺麗な言葉をね、綺麗な日本語を使おうぜ。えっへっへ、後ろがお留守だぜ。よし、おら、おお、おおす、危ない。いるな。待って、あ、飛び降りさん。おお、危ない危ない危ない。ああ、危ない危ない。おお、待って、飛び降りさん。じゃあ、ちょっといっぱいいる、囲まれてる、囲まれてる。危ない、やばい、弾がない、弾がない。おら、くそ、うる、うう、くそ、てめえ。ふう、やっぱりこれに限るぜ。死にかけてるな。よし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 、あと一人か。あそこだな、やっちまうか。あれ、今の当たってないが。当たってねえな。ちくしょう。よし、よしよしよし、もう待っていこう。足元まで来ちゃえばスナイパーライフルなんてただの邪魔者だからな。取り回しが悪いからね。よし、行くぞ、行くぞ、トミー。奇襲をかけよう。さあ、どこだ。いたな。危ない。
あれ？あ、回ってるね。めっちゃうろうろしてるね。いたな。悪いな。やらせてもらうぜ。オッケー。何にも落とさんね。これで全部だ。よし、全部片付いたか。こっちには行けないか。行けないな。一応この家の中調べてみようか。あれ、というかエリーはどこに行ったんだ。愛しのエリーちゃんが。ああ、ろくなもんねえな。ろくなもんねえな、本当に。弾もねえな。厳しいな、これ。厳しい戦いだ。あれ、富織さん。どこ行った？もう帰るのか。さあ、馬へ戻ろう。そうだな。おおお、何？今のカットはなんだ？まあ、お利口だな。ありがとう。で、あれだ、左奥のところに行くわけだ。さあ行け。はい。あれ、ジャンプできなかった。はい。お、エリーの足跡。これね、足跡がついてる。捕まってないといいが。こっちかな。すっげえ大回りしてくれ、富織さん。この BGM が鳴ってるときはね、敵は出てこないところだと思うんでね、今までの経験上。のんびり行こうか。嵐の前の静けさっていうね、やつかもしれんけどな。今のうちに一息ついて。絶対なんかいるな、これな。見ろ、牧草だ。馬がいる。エリーはそこだな。おう。盗賊はいないな、エイリーちゃん。なんかありそうな気がするけどね。エリーは別に。エリー、今なんかいなかったか、気のせいか。エリーは別にね、噛まれても死なないんだしさ、大丈夫だろう。というか、自分前からね、すごい気になってたことがあって、そういうゾンビとかさ、そういう感染者っていうのは、その食欲の部分がぶっ壊れて人間を襲うわけじゃないですか、バイオハザードとか特に。で、人間を食べると、で、食べられた人間はその菌に感染してゾンビになると。で、その人間を食べるのに、なんでみんな食べ残すんだろうね。ねえ、全部食べればいいのにね、綺麗に。そうすれば感染者が増えないのにな。なんで一口二口食ってやめちゃうんだろう。カットー。こういう家も欲しいけどね。というかもう、エリーはどこにいるのかしらね。おじさん、そろそろ怒っちゃうよ、エリーちゃん。残るはここだな。よし、昔は平和だったね、男の子に映画、あとはファッションの悩みぐらいだ。バカみたい。行くぞ、急げ。ほら、嫌だって言ったら。お前は貴重な存在なんだぞ。あ？勝手に逃げ出して死んでたかもしれないだろう。バカなことはするな。私だってあんたにがっかりした、お互い様。何が気に入らないんだ。ずっと私を誰かに押し付けたかったんでしょ。
トミーの方がチリに詳しいから。そんな嘘。悪かったな。だがあいつは俺よりも信用できるんだ。ごまかさないでよ。何を怖がってるの。私がサムみたいになるって。私は感染しない。迷惑はかけない。何度も危ない目に遭ったろ。でもちゃんと切り抜けてきたじゃない。トミーといればお前はもっと安全でいられる。あのことは違うよ。何？サラのことマリアに聞いたの。エリその話ではするんじゃない。するんじゃない。気分を悪くしたなら謝る。でも私だってなくした。お前はまだ本当の悲しみってものを味わっていない。私の大事な人は全員私を置いてったか死んだの。全員ね。あんた以外は他の人といた方が安全なんて嘘。置いていかれたらもっと不安になるの。抱きしめたい。そうだな。お前は娘じゃないし、俺はお前の父親じゃない。だから別の道を行くんだ。やばいぞ。誰か来た。いいところで二人入ってくるぞ。家の中にもいる。最悪だな。弾はねえっつのにな。エリちゃんごめんね。あ、ちょっと待って。来た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 。チッ、人がせっかくいいムードになってるってのにな。あそこで優しく抱きしめればもうね、プルルルルでしたのにね。完全にもうプルルルルだったのに。もうふざけた真似を絶対に許さ。危ない。チッ、隠れよう。あ、来た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 。ちょっと待って。ああ、やめて。やめてって言ってるでしょうが。よし。あ、危ない、危ない。あ、バレた、バレた。もうちょっと待って。危ない危ない。もうおう、仲間が。危ない。もう死にかけたぜ。あれ、こいつらは。もうこいつらだけから下にいるの。下じゃない、上にいるのは。待ってろ。いや、もったいねえな。危ない。よし、危ねえ、びっくりした。次で終わりだ。あ、待って。あ、回復薬がない。おい、おい、ふうふう、これが乱暴さ。あ、あ、マジで、おお、まだいる。危ない。もう、もう何なのかしら、もう。どこだ、そこにいるんだろ。あれ。いや、絶対いるんだよこれ。もうその角にな。そこ、ここにいるんだよ。もう死んじゃうぜ俺。うっ、うっ、うっ、おい、あ、まだ生きてる。よし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 。まだいるのか。もうどこだ。見えないな。よし、あ、大丈夫か。もう安全だ。よしよしよし。ふう、沼のところへ戻ろう。なんかありそうだなこれ。ムービー入るだろう。
出てこい。手伝うか。いい。真ん中の馬白目向いてるけど見てくれよ。今夜子供たちは映画だ。研究所はどこにある？だいぶ遠い。東コロラド大学だ。ビッグホーンズ。エリー、馬降りろ。トミーに返せ。お前がよければこいつに二人で乗ろう。どうした？何度も言わせるな。どうしたんだ？お前の嫁さんが怖い。追っかけられたくないからな。馬を取ってごめんなさい。せめて町に戻ってもう一度話そう。いや、もう決めちまったことだ。東コロラド大学か。で、研究所は？科学塔にあるでかい鏡みたいな建物だ。嫁さんを大切にな。歓迎するぞ。いいのか？どうする？行こう。それじゃあお別れだ。ショーターンオーバーだ。もしも10ヤード進めたらまたファーストダウン。そう、ファーストダウンだ。ややこしい。実際にプレイしてみればそうでもない。おう、俺が動かせるね。馬から降りることができる。なるほど。いろいろ見渡せるんだな。私にはどの建物も鏡には見えない。グランドへ行ってみよう。キャンパスが見渡せるはずだ。こっちだな。でもアイテムが、アイテムあるだろう。ちょっと探してみようか。カットでね。おい、タコ待ってろ。なんでタコなんて名前にしたんだ？ドミーに名前を聞かれるのが悪いんだよ。ひでえ。タコか。詰めてくれ。ひどい。かわいそうに。タコ、悪口ですよ、それね。相手を罵る言葉ですよ。おい、タコ。なんかないか。タコを見てるね。嫌な名前。うるせえよ。なんかめっちゃ嫌な予感がするんだけど。よし、行け。行けないか。やばいやつ、おい落ちてねえか。おいってもちょっとパニックになってる。じゃあ昔はみんなここに住んで勉強だけしてたの？子供。何これ。そう、勉強して遊んで将来やりたいことを見つける場所だ。解放先。やべえ、やばいな。絶対強いなこれな。使えるぜ。解放先はどこに入るんだろう、ホルスター的には。ああ、こっちか。オッケーオッケー。
近距離では多分ショットガンよりも使えそうだな。よし、あとはあれだ。お、なんかあった。何言おうとしたんだっけな。あ、おお、すごいね、いろいろと続いてるんだ。いいね。上にも行ってみようか。多分まだ感染者も出てこないはず。はず。おお、外に出れる。見張りの跡がある。あるな。お、いいね。スナイパーの日誌。見るかい？これもうだんだん読むのめんどくさくなってきたんだけど、読まなくてもいいかな。読んだ方がいいですかね。ちょっと皆さんにね、聞いておこう。とりあえず読もうか。8月29日、何もなし。人が来るって言ってなかったが、誰も来ないんならなんでこんなとこで見張ってないといけないんだ。9月1日、相変わらず何もない。まあ、うるさいぞ。ゆっくり本を読む時間があっていいじゃないか。研究所の警備に比べたらここなんて天国だろ。9月14日、シカゴの隔離地域から新人が5人入ってきた。へっ、やっと1人が仕事をねぎらってタバコ1箱をくれた。ありがたいぜ。ですって。ですって奥さん。もう1個上には行けない。こっちにも行けないな。よし、ちょっと作業台で何か作れないか見てみようね。よいしょ。カモン。ちょっとこっちをね、こっちはいっぱいあるから聞き耳の範囲。ナイフでの攻撃？なんだろうこれ。クリッカーの攻撃、ナイフで反撃、ちょっと良さげだな。聞き耳も遠いところまで。あと30。もう一回やっちゃおう。よし、いい感じだぜ。さ、お待たせ。あ、待って、あるね。さ、お待たせ、リーちゃん。ほら、行くぜタコ。キャッ楽しかった。何があった？何にもねえな。あるね、これね、あるね。よし、すぐに戻る。待ってるね。なんかね、そろそろやばいような気がしてきたよ。お前来るんかい？全部数えるとなると人手が必要だ。私ぐらいの年の子もいるから。入ってくるか。それはどうかな。なんかそろそろやばいような気がしてきたぜ。大丈夫か。こっちはいけないな。いけるかな。お、いけるか。おいおいおい。ダンナの音だ。馬止まってろ。俺が見る。ダンナ。逃がすなよ。すぐ戻る。オーケー。こいつの威力を試してみようか。さあ、ランナーちゃんはどこかな。お、やっぱり聞き耳の範囲がいいね。十分広いね。めっちゃいっぱいいるこれ。どうする？一人ずつやっていくか。いるね。いやでもこれ、あ、でもみんな下向いてるな。ということは歩き回ってる2体をやっつけちまえばあとは楽だね。
よし。